バンドックは、主に警備をさせることを目的に後輩作出されたマスティフ犬の雑種やその系統の犬のことである。バンドックの名の意味は、紐につながれた番犬を意味している。バンドック発祥の地は、イギリスであったと言われている。初期のバンドックは、軍用犬警備犬刀剣として作り出されていたが、刀剣の廃止後は警備犬として、 使うために特化させる改良が施された。後にイギリスだけでなく、アメリカやブラジルなどでも作出が行われるようになり、一般的に普及していった。バンドックは、マスティフ種の犬、もしくはモロサス種の犬を意思交配させて生まれた雑種犬である。雑種ゆえに雑誌化強制が出やすく、両親の長所を子に組み込むことができる点が長所である。 しかし、すべて良いところ取りというわけにはいかず、時には、両親の悪い点のみを受け継いでしまう子もいる。また、両方の親の犬種がかかりやすい病気に対しては、抵抗力がつかず、相変わらずかか,かりやすいままの状態になってしまうことが、大半であることが欠点とされている。バンドックの仕事は、主人の家や農地、建物などを、泥棒から守ることである。 不審な侵入者を発見すると激しく吠え、相手がそれに怯えない場合は飛びかかって格闘し、噛みついて取り押さえ、撃退する。なお、ブラジリアンガードドッグの血が強めに入っている個体は訓練次第で相手を傷つけないで取り押さえ、主人が駆けつけるまで長時間確保しておくことができる。かつては軍用犬として味方の護衛をしたり、敵の軍人の命を奪うこともあった。 また、刀剣としては、コロシアムや違法刀剣上で戦わせるのに使われていた時期もある。このため、勇気と決断力、そして強靭な力を持つ犬が好んで、ブリーディングに使われている。バンドックは、すべての犬が雑種であるというわけではない。中には、純血の剣種として確立されたものも多く、種として確立はしていないものの、系統として固定が進みつつあるものもある。 アメリカ大陸では実用犬として非常に人気のある犬種であるが、その粘毛性から飼育を規制している国もある。そこでは飼育許可を行った後、犬の首の皮下にマイクロチップを埋め込んだり、耳裏などに無害な入れ墨で管理番号を入れるなどの管理が行われている。日本でも数頭のバンドックが飼育されているが、一般家庭での飼育の難しさなどもあり、普及するまでには至っていない。 後輩種のものは無論、不死に公認されているわけではないため、日本国内に何頭のバンドックが飼育されているかは、不明となっている。マスティフタイプそのものの、筋骨隆々でがっしりとした骨太の体格をしている。頭部は大きく、マズルは太く短く、顎の力はかなり強靭である。目は小さく眼光は鋭く、数種類を除きたい点は顔にはシワ、皮膚にはたるみがあり、 敵の攻撃をある程度まで軽減することができる。首や足も太く頑丈で、胸は広く、胸板は厚い。耳は垂れ耳だが、恐ろしさを強調するために短めに段耳して立たせることもあった。尾は太い垂れ尾で、場合によっては2分の1から4分の1ほどの長さに段をされることもある。コートは硬いショートコートのものが多い。毛色は暗闇に溶け込む。 暗色系のものが好まれるが、この色はダメという制限は特にない。体高60センチメートル以上の大型犬で、体重は50キログラム以上とかなり重量のある種で、ある。性格は主人に忠実であるが、防衛本能と縄張り意識が高く勇敢かつ攻撃的であるため、初心者の飼育には不向きな犬種である。 飼育の際にはしっかりとした訓練が必要不可欠で、犬の飼育に手慣れた人でもプロのドッグトレーナーによる飼育指導が必要である。運動量は中型犬波で体重が重く腰に負担がかかりやすいので激しい運動はできない。怠け者の個体は運動を怠ると肥満になりやすい傾向があるため注意が必要である。かかりやすい病気は 大型犬にありがちな股関節形成不全、関節炎、目が顔のシワに圧迫されて起きやすい緑内障、シワの間にできやすい、皮膚疾患、腰痛、心疾患などがある。雑種のものは雑種化矯正により丈夫で抵抗力があり、寿命も通常の大型犬に比べ長いものが多い。マスティフ系の犬種であるために食事量が多く、よだれも多めである。体重が重いため、 寝床にはクッションを敷くなど、床ずれを防止することも大切である。これらの犬種は、ごく初期の頃から存在していたオリジナルのバンドックである。いずれも、犬種として確立されている。オールド・イングリッシュ・バンドックオールド・イングリッシュ・バンドックは、イギリス原産の軍用、警備用の犬種である。犬種名のスペルは、オールド・イングリッシュ・バンダガと綴ることもある。 バンドック系の犬種としては最も古いもので、ローマンブリテン時代の頃から存在していた。非常に強靭で迷惘な犬種であったが、純血種としては絶滅した。イングリッシュバンドックイングリッシュバンドックは、イギリス原産の警備用犬種である。オールドイングリッシュバンドックにセントハウンド系のクズイヌを掛け合わせ、軽量化を図った犬種である。18世紀頃になると、 イングリッシュフォックスハウンドの地も加えられ、より嗅覚面が改良されたが、19世紀中盤に絶滅した。これらの犬種はもともとバンドッグとしてまとめられていたが、イノシツの安定により独立犬種として発展していったものである。ブルマスティフブルマスティフはイギリス原産のマスティフ犬種の一つである。オールドイングリッシュブルドッグとイングリッシュマスティフの後輩により、 作出された。もともとバンドッグ系の犬として一から下に扱われていたが、優秀な警備能力が評判となり、後輩を重ねて一つの犬種として発展、独立した。世界的に人気のある犬種で、フシーにも公認登録されている。アメリカンマスティフアメリカンマスティフは、アメリカ原産のマスティフ犬種の一つである。現代版のバンドッグを目指し、警備もできて、 ペットとしても飼育できるような犬を目指して作られた。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓約性分動振興者、2007年。ありがとうございます。